お疲れ様です。お疲れ様です。何やろう。え？何やろうか。あ、ミッチ君のやつですか。ミッチじゃねえ。わかんない前でちょっと言っとるやろ。言っとる前。あ、そうなんですか。え？また？え？寺脇氏？寺脇さん。どっちが犯人だろう、あの動画。視聴者の皆さんにちょっと言うわ。先説明すると、はい、まあいつが俺に車を買わされたと。はい、なんか最初借りろって言って、3万円で、うん、どうのこうのと。借りろって言ったけど、なんか結局買えと。言ってきたと。はい。で、その100万円も高いと。はい。くず車を持たされたと。はい。くず車。そうそうそう。俺は言い分はいっぱいあるけど、それはこの後、寺岸がここにワープで飛んでくるから。ね、まあこれをちょっと面白くしたいなと思ってな。俺と二人で企画考えたんだ。あ、そうなんですか、うん、あいつが、俺の男らしいとこ見てみたいって。おもうゴリラみたいに暴れ回るから。で、まあお前も犯人だねないって、お前なんか余裕かましとるけど、お前も詰めるとこから今日の動画でな。誰が入るの？あれはやらせなのかやらせないのか、どっちは。あれは、やらせじゃないです。あれはいきなりあいつが言い出したの？はい。最近お前言っとったじゃん、この間違った通り。俺、実は昨日、俺も言わんと気がするもんね。お前何やの動画って言ったら、はい。いや、伊藤に言わされたんですよ。って書いてったの？昨日ね、それ、寺木さん。人になすりつけるだなんて。本当にお前それ言ったんじゃないの？言ってないです。その後で分かることだぞ、でも。あいつが来た時に、寺岸が来た時に、後で分かることだな、誰がどっちが悪いこと言ったか。はい。あ？大丈夫です。ってことは、やっぱ寺岸したな。そうですね。だって俺はありえんがよ、そんな。はい。本当に、いや、ちょっと、僕もあれはちょっと。いや、本当、本当にいきなりあれ言い出したの。はい。ふざけんじゃねえぞって言ったの。ふざけんじゃねえぞ、親方君だから。親方君ともコラボしようって、ぜひ見ていてください。はい。ああ、そう。じゃあ、あいつか。とあれですね、明日の朝日が拝みたかったら帰って。なんか言ってた、そうそう、なんかそんな言ってた。明日の朝日が拝みたかったら帰って。明日の朝日が拝みたかったら帰って。そんな臭いセリフ言わない。まあ建設業界のね、闇を今日は見せたいと思います。本当に完全確証な。はい。はい、これ全然取れる。これだと絶対わからんわ。絶対わからん。絶対わからん。全然余裕取れるな。余裕ない。ああ、全然いい、全然いい。もう絶対つっかりだからだってもうよし何も言ってないです、よほど何も言ってないじゃんけど、お前動画になってるだろうって確かに絶対するよ、絶対ではないです、いや僕言ってないです、絶対ではないです、絶対います、絶対いいよな、絶対います、まあ、いじめのようには見ますけど、まあできるだけ楽しくで、多分お前がおる方があいつなんか喋りやすいと思うの、はい、いとも呼び出すので普通にな、はい、お前これどうなっとんだこの動画つって俺言うもんね、お前にもな、はい、ちょっと練習してみていい、わかりました、あじゃあちょっともうこう座ってみて、はい、ちょっと練習してみようか、お前寺岸ちゃん、私寺岸ちゃん、はい、お前伊藤な、はい、お前何この動画、はい、お前何この動画、すいません、なんでお前こんな動画なの、なんか車買わされたとかお前って何やねん、何やお前、俺無理やり買わされたと思ってるの、いや言ってないです、あ言ってない、言ってないです、動画になってるやんや、あれは演技です、お前じゃあ昨日も演技ですよ、お前言わしたそうやって、いやそんなことは、なんでお前あんなの公開しちゃうのかっていうから、はい、俺に確認とか言ってるだろう、すいません、お前なんだあれ、もう本当に泣きそうになってるじゃん、本当に怒られてるみたいな、もうこんな感じでいこうか、召喚してくれじゃん、召喚、寺岸召喚って心ともそうよ、寺岸を召喚伊藤、はい、寺岸、それ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 、あ、疲れた、眠てぇな、寝とってな、何や、あれ、現場終わった、今日最初で、明日から別に、マジそうか、ちょっと前も言いたことある、ちょっと
何やろ俺のなんか100万円はどのことです、何やろ、やらせじゃないだろ、あれもう本当に言ってたろ、あれ、あ、いや、嘘ですよ、あれ、嘘つくな、そういう風に言ってくれって、かわされたっていう、誰が言ったの、手で、そうだよ、かわされたっていう、よっつって、いや、言ったの、もうこじ聞いたら、いや、そんなこと言ってないですって、あれ、かわされたって言って言うって言う、いや、それだと面白くないんで、質問方、今、ちょっといらっしゃるわけだろ、いらっしゃるんですって、は、いらっしゃるんですって、正直言って本当に言ったの嫌なんだろ、車買わされる、いや、もう帰りですよ、動画の中でお前、なんて言ったの、お前言ったろ、何も言ってないんですよ、何も何も言ってねえじゃねえって、お前動画で見とんだもんで言っとるわや、なんて言った、なんて言っとったっけな、あれなんて言っとった、お前だってお前知らんって言ったから、企画なのこれ、マジで答える、お前だって今日昼間違うって言っただろ、お前に昨日違うって聞いたら企画って言ったのにお前言ってるけど、お前今日昼聞いたらお前企画じゃねえって言ったよ、お前昼間の続き言ったのかお前、ほらおい、どっちが嘘ついてる、分からん、どっちが嘘ついてる、こいつそんなこと何も言ってんねん、手上げしか勝手に言ったって言ったぞ、勝手に言うんですよ、それかわされたって言ってんねん、どっちなんだお前、どっちなんだって答えろお前、なんか言ってた、動画の中でなんか言ってたわ、言ってたっけ、あの100万に買わされたっていう言っとったよな、そうそうそう、お前全国に公開しとるじゃんそれ、あ、そうそうそう、それお前言ってないって言って、こいつも言ってないって言って、あ、そういうふうに絶対言ってない山口君と、あの、そんなにお前めちゃめちゃ演技うまかったわ、買わされた手にしてくれって言ったもん、お前その演技なんかできる人間じゃねえやお前、おかしいやろお前、なんでですか、は絶対嘘だろお前、いや嘘じゃないですよ、じゃあこいつが嘘ついてるのか、そういう風にするどっちが嘘ついてるんだもんね、お前どっちかやめてけよ、ほんなどっちが嘘ついてるんだろう、お前から手上げしてお前が嘘ついてるんだろう、そういう風にあの交わされた手で撮影はするっていう、じゃあ俺に嘘ついてるってことだろ、どっちか、俺こいつは違うって言ってるんで、いやちゃんと言いましたね、どっちが嘘ついてるってことだな、こいつは違うって言っても寺岸が言っとったって言ったので、隠し撮りしとんだわそこで撮っとんだわあそこからも撮っとんだわなんかおかしいと思った、いや、なんでこんなこと言ってたの、あれ出ることは別にわざと言ったんじゃない、本当にアドリブやから、俺も言ったよ、アドリブやってくれてすね、ぶっちゃけはあるだろう、ちょっとかわされたって気持ちもあるんだろう、いや、ないですよ、かわされてあることにしろや、そうそう、なあ面白くねえな、じゃあお前が犯人だよ、お前俺聞いてもお前本当に違うって言ってたと思うんで、違いますよ、ちょっと話すと長くなるんですよ、いいよ、弁解したらこの映画どう、いいですか、このグーパーが飛んでくるんです公開で、動画の中でいいよ、大丈夫だ、確かに、ああもう普通に買わされたってより、うん、うん、まあまあちょっと無理やり買わされたのが面白いよね、ない時はね、はい、いいよね、でもちょっとやりすぎだったよね、君たち、そうなんですよ、うん、僕なんか僕はその動画のレールをこうポン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 って引いたつもりだったんですけど、うん、でもちょっとかわされたぐらいな感じしててくださいね、普通列車ぐらいでしか走れないぐらいのなんですけど、うん、ああそういうリニアモーターぐらいの勢いでボーンでしたね、はい、一応じゃあかわされたみたいなサムネにしたいんで、はい、ちょっとそんな感じで行ってくださいねみたいな感じで、はい、最初のオープニングだけでも、はい、よくあることだよな、サムネの打ち合わせだよな、それはあんなに、はい、もうスピードで走ってたの、やっぱお前が悪いよ、そうです、こんなボロボロの車100万円高えとか言って高え、 あれも言ってくれてたのお前、言ってですあれ勝手に言ってやっぱお前悪いよお前、あれ勝手に、じゃあ俺ちょっとじゃあ動画で言うわ、ちょっと別にいくらだって俺調べてくれって言っただろお前に、最初100万円高いのあれ、高いなもう下げたるわ、あんの取ったやつは相場それぐらいですそれぐらいってこと、そんなに初辺で買っても変わらんってこと、変わらんすね、嘘つくな、変わらんすね、俺いくらで買ったの、あれだってあれ多分もっと高かったと思いますよ、最初はめっちゃ高かったろ、高かったんですよ、あの、ね、年式はまだ値段もそんな下がらんだろ、だって 3年ぐらい乗ったのあれ、3年ぐらい前、ね、高いなら下げたらぞ、いくらにしようしよう、じゃあ画面の前で行ってみる
俺が高圧的なとこ見せたらじゃん、おかしいじゃん、期待するんだったらこれえらい高いとこ3万円でリースでも高いだろうとか言って、でもあれ3万円もリースなんか保険代もだって車検代も込みだろ、3万円も安いよ、安いですよ、それは俺もそういうとこは言わんだろあれ見てこいつ舐めとんなと思って、なんか3万円で俺がぼったくりで結局元請けが儲かる構造になってる経済業界はとかコメントはめちゃめちゃ入っとったろアホかなんかお前損するぞって言ったよな、でリースにしとけって言ったよな、まあ、3万円でいいわってベトナム人も借りてくれとるんでって言ってたんだよな、あ、そうそう、まあ、その感じで保険料とお前あれだけでお前2万ぐらいかかるわけだろ車検と、でまあ車検も1万ちょいでお前車体借りれたらお前安いよ、安いですよ、そうかも、でも林さんってやっぱ欲しいんですよ、どうしよう俺食べてもらえよお前林さんその割にねえらい本気で言っとったなお前ら、あれタウンエースだったら別にリースなんですよ、あタウンエースだったら欲しくない、まあ、リースだから林さんだったら欲しいですね、ぶっちゃけ欲しいですうん、でお前が導いたらこいつがないです、それを暴走してました、暴走しとったんだ、暴走機関車でした、あら100万円でも高いんか、うん、まあ売り値でいくらぐらいなの車で売るの、俺が私 そのもんでいいよって言って言ったじゃん、俺最初に言っただろ、調べてくれって言って言ったじゃん、あ買う値段で調べちゃったんで、買う値段だったらいくらな、そんな安いハイエースなら100万手に入らんやん、あの方は多分そう入らん、お前も嘘ついてるだろ、俺になんか俺が下げたるわってこいつの方が腹黒いだろうこれはほらディーゼルだったらもっと高いですよ、いやいや知らんけど俺はガソリンかディーゼルかもしれん、だって俺だってもう何も見て買わんじゃん、だって別に俺が買うわけじゃない、社員が買うんだもんね、あ社員がハイエース用意していいですかって言ったもんで、まあ、だってジムと調整して買っとる値段は大体知っとるよ、250万か300万ぐらい買っとるんだろう、買ったんじゃねえんすかね、あ社長じゃ俺だって車なんか1台見んやろ、自分の車しか興味ないやろ、ちょっとふざけんじゃねえぞお前いくらよぶっちゃけ年式とあれちょっと出せよ、じゃあこういう風だから値段下げてくださいって言ったら下げたるぞ、あそうですか、じゃあでそれ最初に言っただろうけどお前調べてくれって、うちの車のグレードと、あそう買う値段で調べたんですか、買う値段で傷もついてだろ、まあ、もちろんでお前のあの取り方はもうこの値段だけどなんか気づいたらもっとめちゃくちゃ安いんだみたいな言い方しろよ、俺動画流したのかここだからそうじゃなかった、そうですそうだったよな、でなんかもう一個なかった、さっき言っとったやつお前なんか出たやん、俺こいつなんか言ったやつって、え何したっけ、明日の朝日が拝みたいな、明日の朝日が拝ましたのかって言ったとか、なんか明日の朝日が拝みたかったら買え、明日の朝日が拝みたかったら買え、あ明日の朝日を拝みたいんだったら今すぐ誰が言ったのあれ、自分の勘で決めてしたお前、そんなドリブできるようなんすよねよ、めちゃくちゃ言ったんだよな、本当にやいしついちゃった怖いわお前ら二人とも悪いな、言って僕お前も全く悪くないんじゃないけど、すみません、僕だってあれ、うん、ちゃんと止めて導いたってことだろ、止めてでも回してました止めて隠れて、あこれやばいなってこのまま使ったら、お前ら止められたら気づいてないだろ、あんないや気づいてないだろ気づいてないだろ、あの隠し撮りなかったらもうはずいだろ、どうか隠しもう即お前首切ってた俺だもんうちのあの協力者名簿の中から消えとったよお前確実に月末の支払い止めとったよああつい暴走してまった、あでも俺が言ったこと何も言ってねえよ本当に、だ俺は3万じゃあまずちょっと説明しろよ、俺ちゃんと言っただろ、保険代と車検代も込みで3万でほぼタダみたいなもんだろ、3万だったら安いですよ、ハイエース3万だよ、3万で借りるんだったら安いですよ、はい、で俺は3万だったらいいよって3万だったらだってでも5年乗ったら3万円でもお前50万か60万しか払わねえんだぞ車両代だけで言ったら、あそうです、うん、で5年乗ったらどっちみち廃車だろうかな、結局この犯人誰なんだ、テキサス、どっちが俺のパンチ食らうんだ、テレビさんっすか、俺が食らうか、決めろよ、じゃあどっちかが一人は俺のパンチ食らうんだ、動画しまうんだ、でそんなには言ってないって言ってる、ちょっとまあなんかチラッと交わされた手みたいな感じで言ってくれたら、はい、で車の説明は何もしねえよっていうことは俺が暴走しすぎたってことか、もうその話だけになってるじゃん、俺の悪口ずっとになってるじゃんただの俺が悪口になってるじゃんってことはもうお前のパンチでいい、俺がパンチ
なんて食った。あ、ウォールパンチ、ウォールパンチか。もうそんなに強くやらんでいいわ。いやー、マジかよ、カイコかよ。なんだワンダフルって何だってそれ。そう、じゃあカメラの前で謝ったら許したけど、僕は悪かったです、本当は社長の社長の大きな愛に歯向かいましたって。社長の俺の言ったとこに言えじゃん。皆さん、皆さん、僕は動画の中でこんな寛大な社長のことをとても悪く言ってしまいました。本当はこの小林社長は、この小林社長はとても思えたんだそれ。うっくすよね。ちょっと難しいんじゃないか。長いもんじゃない。長いもんで。はい、じゃあ皆さん、寺岸ね、まあまあ半分冗談ですけど、まあ、ちょっと面白かったんかなと思うんですけど、あの一つちょっと、まあ、宣伝にしたらですけど、あの、まあ、塗装職人さん、本当寺岸みたいな子たちのこと使ってほしいなと思ってるのが、あの外気塗装のマッチング。俺ちょうど今日新聞見たらさ、最高でも外気塗装のマッチングって2000社なんだって。あ、2000マッチングってことはもう今うちだって無料で YouTube で募集してるだけで300社400社で、普通業界平均本当に 20% ぐらい紹介料が、お客さん紹介すると制約で払うとか、まあ、最後途中で払うとか、まあまあ、いろんなことがあって平均的に 20% なんだ。だって100万の講師に対して20万円マッチング会社に払わなかった。ああ、そうですね。だけど本当にこれお客さんとマッチングサイトで自動になるようにして、人件費とかもできないコスト削減して、あとはもう本当に業者が無料で集まるっていうのが強いじゃん、あっちは。あ、それってもうイベントとかにブース出して、やっぱそれだけでも100万とかかかるんだ、ブース出して業者集めるだけでな。でそういうところでしか集まらんじゃん。だけどうちって YouTube でこうやって無料で集まってきて、もう多分本当300社超えてってんじゃないかな。結構超えてるっすね。うん、いや、もともとだって関東、関西、中部の5県ぐらいしか募集なかったけど、今全国募集、もう毎日3社4社って出てるからね。だから本当にもう、多分これ本当に絶対に最強になると思うんで、あの、まあ、もちろんこれサイト内で有料化はしますけど、あの、まあ、目標は本当に 3% から 5% ぐらいでマッチングができるような、でお客さんにとってもそれすごいメリットじゃん。だって 20% ぐらいだったらやっぱいい商品が集まらんじゃん。まあそうですね。で俺それちょっと口コミだけじゃない、なんかその評価制度もすごいちょっといろいろ考えてるんだわ。お客さんに本当に合う業者かどうかっていうのをめちゃくちゃ考えてるもんね。ちょっと本当に面白くなると思うので、ぜひそっちの方参加してください。よろしくお願いします。お願いします。また見てね。